こんにちは、海保健太郎です。音楽活動をやってると意外と音楽以外の作業でいろいろやんなきゃいけないことあるなーって思うこと、まあ思ってる方多いかと思うんですよね。いろいろとこうホームページを更新したりとか、ライブハウスの人と連絡を取り合ったり、なんか練習スタジオの予約を取ったり、あーでも SNS も更新しなきゃとか、メルマガも送信しなきゃとか、ブログ更新しなきゃとかね。まあとにかくそういうやることって、まあ事務作業とか宣伝活動って本当にね、音楽と関係ないけどやんなきゃいけないことっていっぱいあるじゃないですか。で、その中で、まあ特にある程度長文を書かなきゃいけないシーンってあると思うんですよ。まあブログだったりとかメルマガだったりとかが多いかなと思うんですけど、ある程度そのまとまった文章を書かなきゃいけないっていうシーンって、まあ僕もそうなんですけど、まあすごいめんどくさいじゃないですか。で、めんどくさいし億劫だし、まあ書き上がるまで、まあそもそも書き始めるまで時間かけちゃったりとかで、書き終わるまでも時間使っちゃったりとかして、なんか俺音楽やりたいと思って頑張ってるはずなのに、なんでこんな物書きみたいなこと頑張ってんだろうな、別に得意でもないのにみたいなことを、まあ僕も思ってましたし、まあね、思ってる方多いんじゃないかと思うんで、まあそういう方向けにちょっと僕最近見つけたんですよ。長文書くのが楽になる方法。これをぜひ紹介したいと思います。ズバリ、その長文書くのが楽になる方法っていうのは何かっていうと、音声入力ってやつです。まあ、ご存知の方も多いかなと思うんですけど、まあ、大体のスマホとかに、もうすでに、もう最初から機能入ってます。キーボードのところにね、マイクのマークとか、あったとかして、もうそのマイクもマークを押すとね、音声入力モードになって、要はあなたが喋った文章がそのまま文字としてこう入力されるっていう風になるわけですよ。で、あれが、まあ、特に最近ですね、まあ、すごい性能が上がってきている。まあ、100% ミスなく認識されるかっていうと、まだまだそこまでは言ってないんですけど、まあ、僕の感覚では9割以上はちゃんと変換も含めていい感じになるんですよ。なので、もうあれでやっちゃった方がもう全然早いってことに気づいたんですね。まあもちろんある程度事前にどんなことを書くか、どんなことを喋るかってことはもちろん整理しておく必要があります。なので、まあ箇条書きで、なんとなく、まあこの話題から入って、あとちょっとこの告知を入れて、で、まあ最後こういう話をして終わりみたいなぐらいの整理は、まああらかじめどっかにメモっといた方がいいと思うんですけど、まああとはそのメモを見るなりなんなり、覚えるなりなんなりしながら、もうとにかく音声入力でスマホに向かってバーっと喋っちゃうと。で、喋って、まあ、一通りこう喋ようって文字にこうダーってできたら、まあ、あとはそれを、まあ、間違ってる部分を自分で直したりとか、あとは、ま、改行したりとか、変換変えるものを変えたりとかして、で、もう完成っていう風にすると、もう実際に書くよりも、僕の感覚値としては3分の1ぐらいの時間で済みます。なので、もう音声入力試してない人はですね、ぜひやってみてください。で、まあ、ちょっと追加情報なんですけど、まあ、とはいえですね、音声入力には実は弱点が、あるなと思ってまして、まあ、何かっていうと、まず、同じ部屋に誰かいると気まずいっていう問題なんですよ。知らない人でも知ってる人でも、なんか同じ人、同じ空間に誰かがいるとですね、そこに向かって、先週は私何々をしましてみたいなこと言うのなんか恥ずかしいじゃないですか。あの人何やってんのみたいな感じにちょっとなるんで、まあそれは恥ずかしいっていう問題があるんですよ。で、そこで僕が編み出したのは、もう散歩しちゃえって思ったんですよ。まあ、最初にもう箇条書きでその考えるっていうのは、まあその部屋の中で、まあ家の中とかでしっかり考えた上で整理すると。で、まあそれスマホにメモっとくと。で、そのスマホを持って僕もう散歩に出かけるんですよ。で、なんとなくまあそんなに人通りが多くなさそうな、まあなんかこう住宅街の裏道とかがあれば、まあそういうところでいいんですけど、まあそういうところでなんとなくね、散歩しながらスマホに向かってブツブツ言うんですよ。まあたまたま人とすれ違ってちょっと気まずいとかあるんですけど、まあもう全然知らない人だから、まあそれぐらいだったらいいかなっていう気持ちにまあ結構なる。まあしかも別に大声出すわけじゃないんで、スマホに向かってブツブツ喋ればいいんで、まあそうやって散歩しながらやってると、まあ結構こう、その、元々いた部屋に人がいたとしても、まあ、散歩がてら、長文の音声入力をやってきて、で、まあ、音声入力終わったら散歩から帰ってきて、その文章を、まあ、整備して、完成っていう風にできるんで、まあ、そのすごい散歩っていうのはいいなと思うんですよ。まあ、散歩しながら音声入力するっていうメリットは、もう僕これやり始めてから結構気づいたんですけど、まあ、二つぐらいあって、まあ、一つは、まず、その、我々ミュージシャンって結構運動不足になりがちじゃないですか。だかそういう意味でも、ちょっと気分転換兼運動みたいな感じになって、もう体を動かすのってやっぱいいぞみたいなのは、まあ、もう一つあるんですけど、まあ、もう一つは、なんかその、音声入力やろうって思っても、やっぱなかなかその始める瞬間が億劫で、なんかやんなきゃやんなきゃと思いつつ、なんか1、2時間、2時間、3時間で先延ばしにしちゃうって、なんかよくあるじゃないですか。もう僕もすごいあるんですけど、それが、まあ、とりあえず、まあ、整理だけやって、もう、スマホを持って散歩に出てしまうことによって、なんかもう散歩出てきちゃったし、やろうみたいな気持ちに結構僕なったんですよ。なのでその要は始めるきっかけとしてもやっぱ散歩に出るっていう、そのわざわざ環境を自分で変えたっていうのがあると、なんかもう散歩始めたし、まあ音声入力始めようかっていう風になんかスムーズに自分の中でスタートできる、文章を書き始めることができるっていうのも僕は結構無視できないメリットだなと思いました。ので、まあバンドの中でもね、分担してる中でメルマガとかブログとかをですね、定期的に書く羽目になっているあなたで、ぜひ長文書くのだるいなともし思ってたらですね、
散歩しながら音声入力を使うっていうのをぜひやってみてください。はい、これを通してですね、もうその文章に時間かけるみたいな、ある意味音楽活動と直接関係ない作業に割く時間がもう少なくなって、あなたがもっとやりたい、本来やりたいと思っている音楽活動に時間を割けるようになることを、僕は心より願っております。というわけで、ありがとうございました。チャンネル登録ボタン押してなかったら、これからも音楽活動に役立つ話を僕はしていこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録ボタン押しといてくださいね。なんかチャンネル登録ボタンの横にあるベルみたいなマークをこうなんかオンにしておくと、動画が更新されたらちゃんと通知がいくらしいんで、まあ、すごい、気に入ってくれた方はそれをもうやっといてください。はい。あとはまあ、いいねボタンとか、コメントとかも本当にいつも本当に嬉しいなと思って見てますので、返信もしてますので、ぜひ、そちらも。やってもらえたら嬉しいです。なんかね、僕はこういう方法で長文書いて、早くなりましたよとか、そういうコツとかも逆に僕にコメントで教えてくれたら嬉しいです。はい、そんな感じでした。では、次の動画でまたお会いしましょう。海野健太郎でした。またねー。